てちょっと紹介させていただきます。メイドメイドっていうのはアレルギーを持つ子どもとその家族が主体となっている育児サークルです。毎月みんなで交流しております。興味のある方はぜひ参加してみてください。こんにちは、あゆみです。何回もね、まあ、小さにすぎない私はこういう素晴らしい会にお招きいただいて感謝してます。日本の伝統文化に合った生活を取り戻していただきたいと。育児書なんかありません。テレビなんかありません。自分で考え、虎とかライオンはずっと先祖代々動物性の食品しか食べてないから犬歯しかないのよ。だから彼らは植物性のものは食べられない。ご飯をしっかり食べているかどうかと。今の子供たちのご飯の食べ方が考えられないくらい出るんですよ。冬の間はこの下半身を湯たんぽとか、ね、炭のこたつとか炭の火鉢とかいろいろ皆さん方の衣装をみんなそうしてたはずです。 38.4 度以上になったら座薬を飲んでくださいと。とんでもありません。アトピーとか将来がんになるとかそういった弊害を聞いているんですけれども、そういった他にメリットデメリットがあれば教えてください。メリットデメリット以前の問題です。昭和20年以前に予防注射なんかしてないんです。それはなぜなのかっていうのは免疫力の問題なんだよね。あのね、三好吉本さんっていうかな、9割が嘘健康情報って本が出てますから、そんなの読まれると参考になる。9割どころじゃないんです。群れをなしての外遊び、皆さん方ではもうちょっとあれかな、もうちょっと上の方だともう一日中外で遊びまく、脳内汚染って素晴らしい本、その中に子供部屋に入り込んだ麻薬っていうテレビゲームのことです。先生に盛大な拍手で。